いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。このチャンネルでは福岡のこととか博多弁講座とか今毎日投稿も頑張っているので、初めての方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは今日も行ってみましょう。博多弁、福岡弁っていうのは年代とか住んどう場所とかそういうのによって多少少しずつね、人によっても違うようなので、この動画はリナなりの目線での博多弁っていうところでご案内をしておりますので、ご了承お願いします。今日やっていくのはこちら。これであなたも博多弁マスター、5選ピックアップっていうところでお届けをしたいと思います。イエーイ。これは日常生活で使える博多弁をピックアップした5選になります。そして今回は語尾にいろんなものをチョイスしました。意味は分からなくても英単語を覚えるように、そのまんま丸ごとフレーズを覚えてしまえば、これであなたも博多弁マスターっていうところで、早速やっていきましょう。まず一つ目はどう思っとると、これは標準語で言うどう思っているのっていう意味です。これはまさしく相手に何かを聞きたいときに、ねえねえどう思っとると、って聞いたら相手の気持ちが読めんけど教えてくれるって感じ。あなたの意見が聞きたいですっていうときは、ねえねえどう思っとると、って聞いてみてください。これは語尾にとがつくハテナです。二つ目は行ってみたかったじゃん。これは標準語で言う行ってみたかったんだよねっていう意味です。この語尾はシャン。これは博多弁の人もよく使う語尾なんやけど、行ってみたかったちゃん、ひとひとぴっちゃんみたいな感じで、本当にちゃんはよく使う。リナもね、行ってみたかったんだよねっていうところで、最後語尾にちゃんをつけてみると、あっという間にあなたも博多弁マスターです。ここ行ってみたかったちゃん。あ、行ってみたかったと、何キャラって感じやけど、まあそんな感じです。3つ目がわからん。これは標準語で言うわからないのっていう意味です。この語尾はもん、わからんもん。もんはまだ博多弁講座では出してないとは思うちゃけど、後日またアップをしたいと思うんやけど、もんはプーみたいな感じのイメージ。そんな感じじゃない？わからんもん、わからないんだもんみたいな感じ。もんって使う、いろんな県の人どうなんやろ。結構知らんかったもんとか使っちゃうけど、もん自体が博多弁なのかどうなのかちょっとわからんちゃけど、でも今回はわからんもん、前言った否定形のんが入るわからんもんみたいな感じで使います。知らんもん、わからんもん、プーンみたいな時はわからんもんって言ってみてくださいね。そして4つ目はバリかわいいっちゃけど、これは標準語で言うすごいかわいいんだけどっていう意味です。この語尾はチャケド、そして頭に博多弁のバリがくっちゃけど、バリかわいいっちゃけど、これはね博多の人たちめちゃくちゃいっぱい使うけん、これを使っとけばもう博多弁マスターとしか言いようがないくらい博多弁マスターです。かわいいなって思うものがあったら、それもっとうのバリかわいいっちゃけどどこで買ったとって言っとったら絶対喜ばれると思う。かわいいものがあったら相手の人に伝えてみて、バリかわいいっちゃけど、あーそれもバリかわいいっちゃけど、あーそれもバリかわいいっちゃけど、かわいいものは素直に褒めましょう。そしてラスト5つ目がもう寝るけん、はい、これは標準語で言うもう寝るよっていう意味です。この語尾はけん、もう寝るけん、もう私寝るわよいいのみたいな感じ
感じ。もう寝るけん、電話でもそう、あ、ごめん、もう寝るけん、電話切るけんみたいな感じ。まあ博多弁っていうのはけんとかなんかいっぱい本当にあるっちゃけど、まあどれもね、これは日常生活で使える方言、方言っていうか普通に使いよう言葉のピックアップしたものやし、今回は語尾をバラバラでピックアップをいたしました。よく使う言葉でもあるけん、みんなぜひ使ってみてください。どう思っとると、言ってみたかったのじゃん。わからん、バリカワイっちゃけど、もう寝るけん、いろんな語尾をそのまんま、まずは丸ごと暗記をして、ぜひ日常生活で使ってみてください。今日もあなたはこの動画を見て博多弁マスターになりました。ぜひチャンネル登録もお忘れなく、よろしくお願いします。過去の動画については全部再生リストにまとめておけん、よかったら再生リストも見てみてくださいね。そしてこの動画がいいね、博多弁が大好きだっていう人はぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。次の動画を作るモチベーションにもなるので、とっても嬉しいです。それでは皆さん、また会おう。バイバイ。